スープ呼んでこい、はい、スープ呼んでこい。訓練には市の職員や警察官合わせておよそ50人が参加しました。市役所に侵入した不審者が職員に因縁をつけ、刃物を振り回したり火をつけようとしたりしたとの想定で、市の職員は居合わせた市民の避難誘導や警察が到着して不審者を確保するまでの手順などを確認しました。先月起きた高浜市役所の事件では、火をつけたとされる男のほか職員3人が怪我をしています。距離を保って威嚇して、で警察官を呼ぶということで、非常にためになる研修でした。本当に起きた時にうまく対応ができるようにしたいなって思いました。豊橋市は引き続き対処法を学び、市民と職員の安全を守りたいとしています。